2024年5月中旬、岡場駅の、ロータリーなんですけども、まあ、あの辺り、道が開通されてしまって、そこにあったバス停が、まあ、こういうふうなものがあったんですけども、まあ、その下、もともと平たい、コンクリート、厚さが30センチぐらいあるコンクリートで、長さが、まあ、2メートル以上あったんじゃないですかね。まあ、そういったものを数箇所埋め込んで、土台にしていたと。まあ、そういったものを、まあ、あの瓦礫を見る限り砕いていたんじゃないですかね。そのまま残しておけば良かったのに余計な工事ばっかりしてますね。エネルギーの消耗。